もう少し考察が必要だな。確かここら辺に。ああ、そろそろ片付けないとリリアに叱られてしまう。うん？うわあ、痛い痛い痛い。わかったわかった。お茶にしよう。姿が見えないのが残念だが、リディアのお友達だね。アウローラ、リディアも立派なフェアリードクターになるよ。君の娘なのだからね。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんか不気味なところだな。リディアはどこにいるんだ。ニコさん、姉はもう人ではないのですね。ああ、海で死んだ人間の魂がアザラシの妖精になるんだ。姉はプリンスの手先に従わされているのでしょうか。確かセルキーは自分の毛皮を盗んだ奴に逆らえない、ユリシスって奴に毛皮を取られたのかもな。早くエドガー様の元へ行かなければ。エドガー様、ご怪我。大した怪我じゃないさ。お前に心配してもらう必要はない。この人がハーミン。ねえ、エドガーには日の光が必要なの。早く人間界へ戻らなきゃ。わかりました、急ぎましょう。出口はこちらです。エドガー、もしもの時は僕に構うな。エドガー。ポールさんとバーシーのいた部屋だわ。ポールさん、しっかりして。リリアさん、大丈夫ですか。伯爵、ご無事だったんですね。よかった。君こそ無事で何よりだ。ええ、それよりバンシーが。あ、彼女は。ああ、いいんだ。すいません、伯爵、バンシーと琥珀をユリシスに奪われてしまいました。ならば取り返そう。ダメよ、日の光を浴びて血を止めるのが先だわ。このままでは危険よ。リリア、君はポールと一緒にいてくれ。いやよ、ここは妖精界よ。私がいなきゃ困るはずだわ。次はどうなさるおつもりです。このままでは。僕には伯爵家のものを守る義務がある。そんな顔をすると変わらないように見えるな、エドガー様。だが僕の知っているアーミンは死んだ。私は今もアーミン、お前が遅いからわざわざ迎えに来てやったんだよ。
ロード、あなたが機大のペテン師だということを忘れていましたよ。賭けの続きをするのか。今さら取引などする必要はないのですよ。バンシー、ポールのことは心配しなくていいよ。僕の仲間が連れ出してくれるから。下がっていろ。君はレディの扱い方がなっていないな。あなたに勝ち目はありませんよ、ロード。私こそが青騎士伯爵にふさわしいことを教えて差し上げますよ。あなたは知るべきだ、自分の身の程を。君には青騎士伯爵の後継者だと名乗る資格などない。君やプリンスが何を手に入れても貴族にはなれないよ。あなたの武器はその口だけだ。貴族としての義務、ノブレス・オブリージュを君は知ろうとする気さえない。本気で僕と張り合うつもり？お忘れのようだ、ロード。あなたの命も運命も握っているのは私だ。どうにかして鍵を開けられないかしら。窓はいくら叩いても壊れません。別の方法を考えないと。リディア、そこにいるのか？ニコ。さて、無駄話はこのくらいにして、そろそろ封印を解きましょう。バンシーの燃えない琥珀を溶かすことができるのは私だけだ。ロード、私には本物の青騎士伯爵の血が流れているのだからね。じゃないよ、犬風情が。アーミン、何を。エドガー様、バンシーがいなくなればレディ・グラディスの力は誰にも渡りません。私にも妖精族の魔力があります。妖精族。セルキーの私ならこの少女の命を消すことができます。やめろ、毛皮を燃やされたいのか。まだわからないの。私があなたに従ったのはエドガー様をお守りするため。命なら惜しくはないわ。道を開けなさい。でないとこの少女を殺します。アーニー、バンシーを晴らすんだ。エドガー様。当初の僕が伯爵家の一員である彼女を犠牲にして逃げるつもりはない。ロード、仲間を犠牲にしてプリンスと戦ってきたあなたが随分甘い判断をなさる。あの時の仲間とこの少女は違う。それに僕の立場も違う。貴族の誇りとやらですか。私はそんなもの欲しくありませんよ。二度とそのヘラズ口が聞けないようにしている。遅くなりました、マイロード。バンシーの封印は解かれたんでしょうか。多分な。
あの床に散ってる燃えかす、カンバスの切れ端みたいだ。あ、素晴らしい作品が灰に。はあ？まだそんなこと言ってんのか？どうしたらいいの？あれじゃいくら倒したってキリがないわ。レイブン、エドガー様を連れて逃げて。早くしないとお怪我が命に関わるわ。お前の相手は僕がやる。裏切り者にも礼をしておこう。何？よ、どうした？いつもの異性はどこへ行った？あなた、ケルピーだと。行け、足止めしておけ。よくまあこれだけアンシーリーコートが集まったな。さあ、バンシー、こちらへ来い。これでお前は全ての記憶を取り戻したはずだ。さあ、渡せ、グラディスの力の全てを。バンシー、誰が主人か思い出したようだな。ユリジス様、お願いです。あの方の命をお助けください。なんだと？グラディス様からお預かりしたものをお渡しするのはそれからです。私に取引を持ちかけるつもりか？主人である私に。